プロにはないその大学生の泥臭さだったりとか、まあ、ハードにやってくるところだったりとか、まあ、勝ちはしたんですけど、まあ、個人的には、はい、課題が残りました。ミケルっていう、まあ、新しい外国人の選手が、まあ、まだやり始めて、まあ、4日とかなんで、そのコミュニケーションっていう部分に関してすごく、はい、チームで統一しようっていうふうに心がけてました。5人穴がないっていうか、もう5人誰がどこでも、はい、点が取れるんで、本当に素晴らしいチームだなっていうふうに改めて思いました。だけど、そうですか。そうですね、毎回ちょっと必ず1本はカットされてるんで、すごくやっぱりいいガードだなっていう、まあ、彼が出てる時はすごくそのディフェンスの強度が上がっていたので、すごくいいガードだなっていうふうに思いました。やっぱ佐渡原くんじゃないですかね、まあ、やっぱり、まあ、みんな多分知ってると思うんですけど、フィジカルが強いので、まあ、それがもうプロよりも多分強いレベルだったと思うんで、これからもっともっとそこを磨いていってくれれば、もう本当に東海、強い東海が続くんじゃないかなと思います。そうですね、もうあそこは入りたくないですね、はい、ズレが生まれた時に思い切りドライブしようっていうふうに、後半は心がけたので、まあ、それが2本ぐらい出たので、まあ、そこに関しては良かったかなと思います。川村さんに関してはすごくそのアドバイスをくれるので、自分としてもその意見を言いやすいので、すごくやりやすい環境で今、はい、やれているので、ここからもっともっと、はい、リーダーシップを、発揮していかないといけないなというふうに思います。まあ、昨シーズンはやっぱりチャンピオンシップに出れないっていう悔しい思いをしたので、今シーズンもチャンピオンシップ出場することはもちろんなんですけど、やっぱそこで優勝することが、もうチームの目標だと思うので、その目標を達成できるように自分も、はい、少しでも貢献できるように頑張りたいと思います。